はい、VR、荒太郎です。本日は9月7日土曜日です。久しぶりに、Nintendo VR、Nintendo Switch ですけど、の取り上げたいと思います。これはというのもですね、この9月の5日、昨日、おとといですかね、狼と香辛料というライトノベルアニメがベースになった、VR のソフトが、リリースされていたんですけど、実際 VR 版としては6月の3日にはリリースされていたんです。これはSteam 対応ということですので、多分、私はオキュラスリフト用のものを買ったんですけども、そして今回 Nintendo Switch と PSVR 用、両方とも VR 対応ということで、当然のことながら Nintendo は、VR キットを使ってみるということだろうなと。あまり事前の情報なく、そのまま購入いたしました。で、内容はすでにリフトの方で見ておりましたので、特にこれがというふうなことではなかったんですけども、なぜオキュラスのクエスト版も、対応するよということで、多分近日中に出ると思うんですけども、あえて、任天堂は今のところ私の知る限りゼルダ、それマリオデッセイの一部が VR がされて、他あるのかな、任天堂 VR キットに含まれてくるソフトもあるんですけど、それ以外サードパーティーっていうんですかね、任天堂以外の、タイトルとしては出てきたのに、 PSVR 版とスイッチ版が出たんで、当然そのリフトだろうが、PSVR だろうが、HTC の Vive だろうが、みんなね、こうやってケーブルがついてくるんですね、やってる時に。持ち運べないし、当然そういうタイプのものはホスト PC が必要だったり、PSVR だと PS4 本体が必要だったり。もうね、一度ケーブルレスを体験してしまうと、こういったケーブルついたの結構かったるいんですよね。で、その中で、唯一、スイッチはケーブルがないというタイプですので、これがどれぐらい、あと、どれぐらい動くんだろうなと思いましたので、購入することにしました。金額もね、2689円、3000円以下で買えるので、非常にリーズナブルには買えるんですけども、これはどちらかというとゲームというより、ゲーム的なものもちょっと一部入ってるんですけども、VR アニメですね。VR アニメソフトという感じになっていると思います。まずこれは基本的には同じ。多分 PSVR 版も同じ内容だと思います。でもですね、Nintendo Switch のユニークなところは、こういうふうにですね、本来だと、狼と香辛料 VR というふうに名前ついた VR の対応とばっかり思ってたんですけど、2D でも、いわゆる通常のスイッチ状態でも見えますし、これ、任天堂のこの、スイッチの VR キットの中に埋め込んで、で、さっきちょっとこれまた出しますけど、VR ゴーグルで見ますかという、選択ができるんですね。そうすると、VR で見える状態。これで見ると、リフトですとか、多分 PSVR でも同じような、没入感というんですかね、その中、世界の中に入った映像になるんだと思います。とりあえずリフトと同じだったな、多分同じだろうなと思って、あと各ね、移植した時にプラットフォーム用の何かやってるのかなとは思いますが、あとそこまではまだちょっとよく分からなかったです。で、この「狼と香辛料」に関しては、ライトノベルで始まって、で、アニメ、もうこれがもう多分10年以上前だと思います。第1期第2期というふうにあるらしくて、ちょっと私も見なかった。さっき、Amazon プライムで第1話だけやってたんで見ましたけども、それにほぼ乗っ取った形の、VR アニメとなっております。内容に関してサイドストーリーというか、内容的には、その中で行われている世界観の中でのある状況においての主人公、ロレンスと、狼のホローとの、掛け合いというんですかね。多分これアニメの中でも行われたような、
2人の掛け合い、もうほぼ2人しか出てこないので、いろんな掛け合いがあったりとか、そんな感じのところに出てます。あの VR でも見てみました、まあ、VR のそのカット、ちょっと VR のカットこんな感じで、ちょっと、まあ、両眼で、この平面のビデオで VR 表現するのはなかなか難しいんですけど、ちゃんとこう見て、あのリフトも一応後で確認してみたと、まあ、ほぼ同じような感じになります。でまあスイッチの場合ね、一応これゴーグルってこんな感じですんで、持ち運びますんで、特にあのどっかにケーブルに縛られたりするわけではないので、まあ、そういった面では楽しめるのかなとは思います。まあこんな感じで、今日は任天堂スイッチ、VR 版の狼と香辛料 VR のご紹介をいたしました。今日の話がまあ面白いと思った方はいいねマーク、またはチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではまた皆さんお会いいたしましょう。 See you!